取りをすごく厳しくやってますね。黄色いスウェーデンは 6-0 ディフェンス、エースが投げたとかいます。ロシアはチャンスです。ロシアはこういう場合はですね、フジノフのシュート決まった、エースです。3対2、1点差。ロシアはこういう場合ですね、大きなポストを2人入れましてね、下をしっかり動かせないように固めてこういう緑を狙っていくわけですね。はい、ポストプレーヤー、その6メートルラインのところに2人の選手が張り付いて引きつけました。フジノフです、ロシアのエース。攻め合いをね、でも格闘してますね。フジノフそのまま打った、ディフェンダーの頭の上、エースのシュートで1点差。画面14番が今スクリーンブロックしてますよね。はい、それでもうノーマークですよね。もう1枚になればもう楽に打てますからね。どこで攻めていくと思いますよ。シュートそのままいった、入りました。エースのフジノフ、この試合4点目、逆転しました。フジノフが遠くから距離を持って、しかし近くに切れ込んで、すごいですね。これステファン・オルソンがもうアタックなかなかできないんですよね。9対19、しかしその時ロシアのエースフジノフは欠場していたそうです。さあ、そのフジノフ決めた、あ、失礼、11番フジノフ、9番のフジノフ、フジノフですね。フジノフもまた高いシュートを決めました。そうですね、うわ彼のパワフルシュートはですね、本当に見るべきものありますよ。ストエックリン、フジノフ、両チームのエースが、今度は速攻でした。あーっと、エースが決めた。フジノフ5対4、力強いですよね。マルティニも止めたかに見えたんですが、ものすごいカットインからのジャンプ、もう1回の当たりに追いつきました。現在展開としては同点で攻撃しているロシアのペース。あっ、ホイッスルです。その前のプッシングですね。プッシングですね。プッシングは結局負けるんじゃないですかね。はい、そういった意味ではフランスが、あ、フジノフがいった、エースが決めます。ものすごい移動距離です。そうです、ここから引きずっていってますよね。もうついてるんですけども、お、回り込んで回り込んでジャンプして3人で行ってるんですかね。